実はすごくあの難しいと思えるケースでもあのこれのバリエーションで解けることはいっぱいあります。でえっと、前もお話ししましたけどね、えっと、旦那さんのことを殺しちゃった、ね、奥さん、ね、で殺したことを後悔して、えー、自殺未遂を繰り返しで薬飲んでたらなんか統合失調と言われる状態になってでもう幻覚でねし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 ね。 まあ幻,覚幻聴でやられ続けるで,、えー、でなんかね食べるしか楽しみがないから食べてたらどんどん太ってってで体も動かなくなるまあそういう人でねそんな人扱わなくていいですよ皆さんあのでもまあしょうがないなんか関わってくれって言われて関わろうと思って、まあ、会っちゃったとで何してたか、まあ、とにかくここで辛いこと苦しいこと悲しいことをまあ聞いてたでねねだからしょうがない苦しいから。ね でそうだよねそうだよねってつらいつらい何がつらい何がつらいねでこんな死ねって言われるのがつらいそれはつらいですよね私もあなただったら同じようにつらいと思いますそう言うと思いますね苦しいと思いますってね嫌だなって逃れたいなと思うと思いますそうだよねしょうがない。でいっぱい聞くそうするとだんだんこうねすっきりしてくるあのというか聞いてもらえたからねそこまでしっかり寄り添って聞いてもらえたからまあよかったなにはなる。ででもやっぱりどっかでね私たちは未来にもし希望が持てたらいいなとこう思ってるわけです。で 最後に、ね、出てきたのが、えー、お母さんにね悪いことしてると思うとお母さんのことを本当はね買い物に行かせたくないとあの年寄りをね遠くまで買い物に行かせたくないでなんか、えー、私が手伝ってあげられたらいいのにっていうのが出てきたでだからちょっと教えてもらっていいってこっち側に行くわけよね。お母さんとじゃあそこに行きたいってで でジャスコに行きたいでジャスコのためにやってもいいしああそうってそういうふうになったらね自分の人生どう変わるんだろうとかもっと本当はどう生きたいんだろうかいや私だってこんな仕事したいし人の役に立ちたいし家族とうまくやりたいしなんですよ大切なのはそうだよねとそのためにでもまあこのジャスコがいいんだったらジャスコを目標にしましょうとでそのために何ができるのかなって別に同じ形式なんですただちょっとねあのえー、60分70分ぐらい一生懸命相手の話聞いてたりすることはあるけど。 ででも別にこれをやってるだけなんですよあのそんなに難しいことではないでえっと例えばその本さんのケースですけど、えっと、震災でね4年間自分のことを責めてるっていう人ねで、まあ、その背景になったシーンに行くわけですよねで弟のことを責めちゃったとで,でもその本当の目的はって自分に問いかけることで弟に大丈夫だって自信持ってもらいたかったとでも口では責めちゃったとじゃ弟にポジションチェンジして弟から見てみるそうしたら。 ああ弟にはちゃんと伝わってただから別に俺を恨んで死んだわけじゃない。ね。じゃあ死んだ弟は何て言うのかな。このアイディアがあっただけですよ。死んだ弟は何て言うのかちょっと兄貴しっかりしろこれダメだろうと言いたいだろうと。あそうかと。じゃあ自分はどう生きたいんだろう。いやしっかり生きたい。ね、それは何のためなんだろう。本当はどんな人生生きたいんだろう。あやっぱりお父さんお母さんこうさせてね。であの天国で弟と会った時にこうでって。本当にそれだけいや違うと。 自分の子どもたちにもこうでとかああでとかあこんな世の中になってもらいたい、ね、震災とか大変なことあるかもしれないけどでもそれこうやってこんなふうにつながってっていうことをやっぱり実現したいしこれ大切にしたいんだじゃあ何を目標としましょうかこんなことやりたいじゃあそのために何ができましょうかこれだけのことですよ。であのだから現場検証して少しこうね認知が変わってくる考え方が変わってくるでやっぱり欲しいものその先にあるものね。 ででそここに向かってできることねじゃあ何をやっぱり改めて目指そうかその向かってできること何なのかっていうことを考えてるってやってるに過ぎないんです。でちょっとねなんかその、えー、相手が感情的になってたりね携帯投げたくなってたりとかもしくはすごく過度に自分を責めてたりとかっていうことがあったりねすごいなんかもうちょっと薬で何んで大変だとかってなるとちょっとした工夫は必要だけど実は私は同じ図式で何でもこうやってるんですよと。だからあの発想法ねいろんなこの悩み相談を見た時に 騙騙さされれずずににに表面的なこととちゃんと現場検証するで場合によってはそれよりもましな時とか良かった時のことも現場検証して比較してみる、ね、ポジションチェンジなんかもしてみたりするでそういうことをやってあこんな状況なんだが分かった時に何を望んでるのも聞けるしでもそんなことを超えて本当に何を望んでるかにアクセスできてここがしっかり作れるでここが作りきれなかったら何か過去の原点だの憧れる人だの何だののことを考えながら本当に大切なことを出してみる。 でその上でじゃあまずは今年とかまずはこの1か月3か月とかどこを目指すといいのかって目標を設定する。でそこに向かってできそうなことで見つからなかったらうまくやれた過去の体験とかうまくやってる人とか失敗しちゃった過去の中からじゃあそれとは違うやり方とかっていうことを見つけたりこの周りにいるまだ気が付いてない手助けしてそうくれそうな人とか、ね、役に立ちそうなアイディアとかっていうものをこう探して。 リソースをたくさん蓄えてでその上でどんなアクション取れるかを考えでやったらどうなるかシミュレーションして実際やってもらうやったことから学んでもらう次のアクション起こしてもらうそういうことをやりながら難しい状況でも揺らしていくっていうのが我々がやってることなんですまあ、以上終了ということでございますじゃあ、えー、隣の方の感想ですはいどうぞ